はい、皆さんこんにちは、ワナルビシです。では今回は栄冠ない脳筋縛りペイ、投手は球速アップ、野手は筋力アップのみで、甲子園優勝を目指す、そういうプレーの続きをやっていきたいと思います。でですね、前回秋の大会優勝しましたので、次は春の甲子園選抜になるんですけども、1番にね、天才の小島くんを起用することにしました。この天才小島くんがね、この後どこまで成長してくれるかというのを楽しみにしたいと思います。ではまずですね、新入生スカウトから始めていきましょう。来年入ってきてくれる優秀な選手を捕まえに行きましょう。名門高校だった時はね、全国に行けたんですけど、今は強豪校に落ちてるので、少しね、行ける幅が狭まってしまってはいます。どうしようかな。天才肌が欲しいっちゃ欲しいけど、あとは制球の高い山添くんか。山添くんをじゃあちょっと先にスカウトしに行きましょう。脳筋チームである以上ね、やっぱ打者、しかもホームランバッターが欲しいので、ホームランバッターはね、探し求めていきたいと思いますが、どうだ、今回行けるところでは打者っていうのはいないな。一芸でいきますか。じゃあ一芸、愛知県。まあ、愛知県ね、なんだかんだでコロナで大騒ぎになってると思いますけど、これどうだろう。柳谷くん、柳谷くん、どっちだろう。偏差値26ですけど、こうだ。まあ、ミートが高そうなのと走塁もできそうですね。じゃあちょっと彼をスカウトしに行きます。まあ、強豪校ですからね、夏の甲子園全国制覇を果たしたことがある強豪校であることは間違いがないので、その点はね、十分に評価してもらいたいなと思いますけどね。ではまたスカウトです。どうしようかな。今度はじゃあ埼玉、いや山梨とか行ってみますか。一芸、あ、ここは投手が結構こう揃ってるなっていう感じがしますけど、まあ、今回はじゃあどうしようかな。走塁のスペシャリスト、塁上で存在感を見せる、飯島くんをスカウトしますか。まあ、ただ脳筋なんてね、どこまで果たして、彼の走力が生きてくるかわからないですけどね。では合宿でーす。徳田、ダンベル、マシン打撃とかね、まあ、それなりにいいものが揃っているので、徳能をね、一人でも多く何かいいものを身につけてもらって、選抜、そして夏の甲子園へとつなげてもらいたいな、というふうには思います。パワーヒッターとかね、広角打法とか、威圧感とか、そういうものをね、誰か一人でも身につけてくれれば、まあ、合宿の甲斐があった、成果があったと言えるとは思うんですけどね。ハイボールヒッター、ローボールヒッター。広角打法が欲しいな。ハイボール、ローボール。ではなく。あ、キャッチャーが1個つくのか。まあでもここはマシン打撃にしておきますか。広角打法を身につけてほしい。吉岡が対左投手 B に上がりましたね。A まで上がると。まあ、強いなーっていうね、感じにはなりますね。さあ、ベンプレ。これで、パワーヒーを誰かが身につけない。今回もね、ちょっとこれぞっていうものがなかったですけど。では続いて、新入生のスカウトを切ってますので、スカウトしていきましょう。連続できてるね。じゃあ次は新潟とかに行ってみますか。一芸、長打。長打が欲しいのよ。長打が。これは、野口くんで決まりかな。いや、この長打マックス値って最高だよね。彼にしよう。が、良くなかったか。もう一回行く。どうしても欲しい、この選手は。何度でも通いましょう。頼むぞ。まあまあか。もう一回行った方が良さそうだな。スカウトカード来たらまだ行きましょう。なんだろう、読み方、榊原とかなのかな。ごめんなさい、ちょっと勉強不足で。では、新入生スカウトカード来たので、榊原くんを
取りたい。よし、これが入ってくれそうだな。さらに新入生カード来てるんで、どっか行きましょう。他一芸、埼玉まだ行ってないよね。埼玉行きましょう。投手が充実してるな、ここは。投手王国という感じがしますけど、まあ、ここは偏差値が低い。牧山くんにしますか。こうだ。全員入ってくれたら嬉しいですよね。では夏の甲子園大会、ごめんなさい、春の甲子園大会ですね、こちらの方プレイをしていきたいと思います。夏はね、全国制覇一度してますけども、春の選抜はまだまだ勝ち進んだことがないので、ここはね、春の選抜でも実績、優勝を飾っていきたいなというふうに思っています。先発はもちろんね、藤川球児。藤川くんがね、球速170キロに到達したかどうかというぐらいまでは来ているので、この夏の甲子園に向けてね、この春で実績を積んでもらって、できれば170キロにね、到達してくれればいいかなというふうに思っています。一応見ておきましょう。藤川くんの球速170、到達したね。170キロ投手誕生。ここはただね、全く変化球を持っていないに等しいいい能力なので、もうストレートで押し切る、そういう野球、そういう投球になってくるかなと思います。さあ、6回の表、藤川ですが、ツーアウトながらね、ランナー二塁一塁と大ピンチを迎えています。ここはストレートで押し切っていきましょう。マックス170キロのストレート、最後はカーブでショートフライに打ち取ってます。さあ、この打席で急成長できるか。さあ、天才小島くん、打率7割5分、ものすごい成績ですけど、ここは残念ながらファーストフライですね。これでツーアウト。打ちました。これはいい当たり。さあ、この当たりは入るか。ツーランホームラン、堀之内くんのホームランで5対1と突き放してます。三塁線鋭く打ち打ち、どうだ、破った、外のボール球だった、ファール、打ちました、ファールボール、打ちました、ファール、打った、これはいい当たり。これも大きい当たりだ。久保くんの当たりはツーランホームラン。ここで脳筋らしい、いい試合展開にできていますね。はい、8対1で、ホームラン攻勢でね、勝利を飾っています。初戦突破です。では2回戦目ですね。総合戦力 B の香川県代表、大串高校ですかね。ホームランがね、出るようなチームではなさそうなんですけど、総合戦力 B なので、まあ、格上ではありますね。張り切りボーイは今回は藤田君です。さあ、6回の表、1対0、1点リードの場面ですね。ここはスクイズを狙いましたが、スクイズ失敗。農金高校がスクイズを狙うとこういうことになるっていうね、悪い例が出てしまいました。はい、9回の裏、藤川くんここまで投げてくれてますね。1対0、まあいかにも脳筋らしくない1対0の試合になってますけども、ここは藤川くん完封を狙ってもらいましょう。この後ね、3番4番とクリーンナップを迎えますが、170キロのね、藤川の球はそう簡単には捉えられないと思うんですよね。170キロ連発、そこからのスプリット、落ちる球ですね。藤川のスプリットを捉えてセンター前ヒット。これホームランが出ると逆転サヨナラ負けという場面ですね。
長打で帰ってこられてしまうかもしれませんが、ここはサード笠原が抑えて一塁送る、一塁はセーフ。今のは守備の乱れが出てしまった場面かな。これはファーストが抑えてスリーアウト、1対0、接戦で大串高校撃破です。名門高校に、ね、戻ってきました。これで次の準々決勝の前にですね、少しみんなに休んでもらいましょうか。藤川が本当によくやってくれたな、さっきは。これでね、まあ春の甲子園制覇というところが見えてきました。さあ1点リードの場面ですね。相手高校は総合戦力 A、 島商業高校強いよな。選抜の時点で総合戦力 A に持ってきてるっていう時点で恐ろしく強い高校だと思うんですけど、相手の渋川くんもね、これ防御率1点台っていう、まさに怪物投手ですよね。藤川も怪物ですけど、防御率1点台っていうのは恐ろしい選手、投手ですね。このままね、また藤川任せの投球試合ということになると思うんですけど、なんとかね0点でここは乗り切って後半戦につなげてもらいたいかなと思います。では相手、藤川くんの相手渋川くんなんですけど、全然ね強そうじゃないんですよ。こうやって見ると四球持ってて、乱調持ってて、球速も135キロ、まあコントロールスタミナはね BB あるんですけど、おそらくね変化球打ちあぐねているんじゃないかと思います。カットボール、シュート、フォーク、それぞれね335と変化量持ってますからね。ここは変化球を狙って引っ張り打ちでいきましょう。小西君なんか変化球丸持ってるんで、打ってくれてもいいのかなっていう気はするんですけどね。1対1と同点に追いつかれた場面で7回の裏、ワンアウトランナー3塁1塁、8番島野君を迎えるというところですね。球数97球ですが、励ますはもう使ってあります、よし、アウト。三塁危なかったですね。突っ込まれてセーフかというタイミングでしたけど、うまくタッチしてくれて1点でしのいでいます。ここは勝ち越ししてあげたいよな。強振対応、引っ張り打ちで変化球を捉えましょう。これは当たりは良かったですが、レフトちょっと下がってキャッチスリーアウトですね。では続いて敵の攻撃ですが、すごいどん詰まりの当たりだな今のは。8回の裏、ワンアウトランナーが3塁、よし、ビクッとしましたけどね、ツーアウトまでこぎつけています。4番、ここで抑えればというところで、どうだ、追いつくか、大丈夫だね、小西君が抑えて大丈夫。打たれた時のねエフェクトにはドキッとしましたけど大丈夫でしたね。さあではここからはなんとか1点で抑えている藤川の援護をしてあげましょう。渋川君が本当に強いんだよね。打った、完璧に捉えた、すごい当たりだな。藤田の139メートル勝ち越しホームラン。さあ持ち前のファイトが前面に出来ました。島野取った、サードから一塁送球、アウト。笠原いい当たりでしたがサードゴロに終わっています。では藤川ですね、ここは守備に気合を入れて最後まで完投してもらおう。170キロのストレート投げられる高校生、藤川ぐらいしかいないですからね。ちなみに今藤川のマックスは171キロにちょっとね球速上がってます。
まあ、まさに藤川無双と言っていいこの最近のね試合ですね。これで3アウト、藤川が1点に抑えてくれて強豪下商業高校を撃破です。では準決勝になります。相手、総合戦力 A、 兵庫県芦屋高校ですね。まあ、ここまで来るとね、総合戦力 B とか A とかっていうのがまあ普通の相手にはなってきますね。相手ピッチャー石上くん、球速ストレートで153キロ、コントロールは A、高速スライダーとフォークですね、変化量もあります。前回の試合で勝ち越しの特大ホームランを放った藤田くんが今回の張り切りボーイですね。はい、5回の表で3対0と、藤川がね、ちょっと3点打ち込まれているという状況ですが、ノーアウトランナーが2塁1塁、ここは反撃のチャンスですね。まあ、1点でも2点でも返しておきたいところかなというふうに思います。まあ、ただね、この石上くんね、防御率がなんと 1.14 っていうね、前回の渋川くんを超える超強力なバッターな投手なんで、なかなか打ち崩すの大変そうですね。天才小島くんでどうかというところですが、小島くんのゲッツー崩れの間に1点返して3対1です。変化球打ちのうまい小西くん、ここは変化球を引っ張ってスタンドまで持ってってもらいたいな。高速スライダーとフォーク、ここは高速スライダーの前に空振り三振。はい、9回の表5対1と点差を広げられてしまっています。石上くんが強い、なかなかね石上くんを捉えきれていないというところですね。池くんとかってもう打率1割台ですからね、そもそも打率1割台の人間が防御率1点台の、しかも 1.2 とかですからね、石上くんは。この石上くんをね、夏の甲子園大会ではじゃあなんとかね、打ち崩せるように打撃陣はしっかりと練習を積んでもらいたいなというふうに思います。打撃陣もね全員パワー A ですからね。まあ、ただ残念なことに魔物持ちがね今回のねチームでは今のところ確認ができていないので、まあ、魔物がいればまた違う展開も見せられたかなというふうには思いますね。先発高校野球は残念ながらベスト8止まりというところになります。では、この次はですね、新入生を迎えて夏の甲子園大会からプレーをしていきたいと思います。